バイオニックコマンドは2009年6月25日にカプコンが発売した XBOX360 プレイステーション3用の 3D アクションゲーム。1988年発売のファミリーコンピュータ用ゲームヒットラーの復活トップシークレットからゲームシステムや世界観を引き継いだオリジナル作品である。2009年10月29日には Windows XP ビスタ版が発売された。開発はグリーン。なお、香港では、バイオニックコマンドマスター D 復活計画を、マスター D 復活計画と省略。2009年に発売されたジャンルが、TPS 及び 3D アクションゲームのバイオニックコマンドを、そのまま、バイオニックコマンドと表記した。本作は、左手にバイオニックアームを装着した FSA 軍兵士。 ネイサン・スペンサーを操り、アメリカ合衆国のアセンションシティという都市を舞台に、テロ活動でシティを吸収した、バイオレインを相当していく 3D アクションゲームである。2007年10月16日に制作発表され、約2年間の開発期間と20億円の拒否を投じて制作された。当初は150万本の出荷を見込んでいたが、北米版の初月売り上げが2万7千本と振るわず、 2009年7月末時点で全世界での総売り上げは約55万本に余りの売り上げに止まった。発売から2ヶ月後には開発を受け負ったグリーンがキャッシュフローの悪化により閉鎖に陥っている。同会社のスタッフは直後にアウトブレイクスタジオという新会社を設立したがグリーン名義でのタイトルはバイオニックコマンドが最後となった。2008年発売のゲーム バイオニックコマンドをマスター D 復活計画については、その関連性のみを記述する。ゲームそのものの解説については、トップシークレットの該当記事を参照されたい。バイオニックコマンドをより先んじて、2008年8月13日に、XBOX360、PS3 のダウンロードタイトルとして発売されたマスター D 復活計画は、世界観を共有する。 いわば前作である。ヒットラーの復活のリメイク版として制作されたこの作品で、それまで日本と海外で名称の異なっていた作品名といくつかの固有名詞、世界観などを全て統一している。また、これまで登場することがなかった姉さんの妻、エミリーをマスター D 復活計画中の会話イベントやティップスに記載し、バイオニックコマンドにおけるストーリーの伏線としている。 マスター D 復活計画をプレイし、特定条件を満たすと、バイオニックコマンドにおいて様々な特典がある。マスター D 復活計画をクリアすると、バイオニックコマンドで、スペンサーのクラシックコスチュームを取得できるパスワードが手に入る。さらに、マスター D 復活計画で隠しアイテムである、パープルマトリックスを入手すると、バイオニックコマンド内の特定箇所にある隠し部屋に、 入れるパスワードが手に入る。マスター D 復活計画同様、隠しアイテムがあるが、それらのデザインは、マスター D 復活計画のグラフィックをモチーフにしている。また、XBOX360 用の実績の絵柄は、さらにそのリメイク元である、ヒットラーの復活のドットをモチーフにしている。マスター D 復活計画の発売の際に、日本限定の映像として、 水木一郎が歌う主題歌の PV が配信されている。この PV はバイオニックコマンドの製品版に完全版として収録されている。この PV で使われた楽曲は2009年6月10日にシングル CD で発売されている。プロデューサーであるベン・ジャットはゲームサイトのインタビュー、公式ブログの創設と運営、関連イベントの参加など精力的に宣伝活動をした。 イベントでは、等身大のバイオニックワームを自ら装着し、主人公、スペンサーのコスプレを披露している。Xbox 360用の配信ビデオにも参加している。バイオニックコマンドの発売直前となる2009年6月22日から6月29日にかけて、マスター D 復活計画の値段を PS3、Xbox 360のそれぞれで半額にする。 キャンペーンを実施している。海外ゲームサイトでは以下のように採点されている。特典はすべて10点満点。日本では一人の持ち点が10点のレビューを4人で行うファミツークロスレビューにより40点中34点を記録しゴールド殿堂入りを果たした。またガジェット通信社のレビューでは5点中3点と評価されている。スイングアクションに 多くのレビュアーの関心が集まり、自由度の高いその操作性は、スイングの王様と評価された。一方で、堅実だが当たり障りがない、展開が単調といった評価も見受けられた。全体的な難易度は高いが、その分やり、答えがあり、難所をクリアできた時は爽快で、一種の覚え芸であるとも、評されている。主人公、スペーザーの左手に装備したバイオニックアームを、 利用した各種アクションは本作の最大の醍醐味である。伸縮自在のワイヤーのような特性を持つアームは様々な物体に引っ掛けることができ、そこからスペンサーを振り子のようにスイングさせることで、その反動を利用し、長距離のジャンプが行える。この動作を繰り返すことで、ビルからビルを地に足をつけることなく跳躍し続けるようなことも可能となる。また、 断崖絶壁のような壁面でもアームの伸縮性とどこにでもつかめる特性を利用することで簡単に上り下りができる。一見バイオニックアームを利用することでどこにでも移動できるように見えるが一部の地域は核汚染が広がっているため侵入すると同時に急激に体力が減ってしまいゲームオーバーとなる。この他にも水没した都市群や渓谷などでは歴史や 落下死などのペナルティがある。ゲームを進行することで、登場人物や世界観に対するティップスが解除されていき、ストーリーの詳細を見ることができる。マップ中に点在する隠しアイテムを回収することで、オプション内で見られるギャラリーが補填されていく。チャレンジでは、武器やアームを利用した特定動作に関する課題が設けられていて、これらをクリアすることで、 スペンさんの体力の上限値や攻撃力、弾薬の保有数などのパラメーターが上昇する、ボーナスが得られる。バイオニックアームは移動の他にも、敵を掴んで、投げ飛ばしたり、物体を殴り飛ばして敵にぶつけるといったアクションが可能で、攻撃の面でも大いに活躍する。具体的には、火器のようなものがある。 ゲーム開始時にはこれらの技は全く使えないがゲームが進行すると思い出す形で徐々に習得していく必殺技上限が6つのアドレナリンゲージをすべて満たすことで必殺技の発動が可能となるこのゲージは敵を倒すことで規定量上昇する一度必殺技を発動するとゲージが空になるアームの他にはスペンサーは武器に様々な銃器類と 投擲武器の手榴弾を使用する。銃の種類は次の6種類である。本作は、シングルプレイモードとは、別にオンライン対戦をプレイすることも可能である。対応人数は1部屋に2から8人まで、マルチプレイ専用のマップが16種類用意されている。プレイモードは、自分以外の全てが敵となり規定時間及び、トッププレイヤーが規定切る数に達するまで、総切る数を競う。 デスマッチ、デスマッチのルールを二組のチームで行う、チームデスマッチ、敵基地にあるフラッグを直地に運ぶ、キャプチャーザフラッグの三種類がある。マルチプレイでは、獲得したプレイヤーの能力を向上させる、特殊アイテムと、常実の重武器が、ステージの至るところに配置されており、これらを的確に使いこなすことで、より戦果を上げられるようになる。マスター D 復活計画から5年後、 帝国軍のアルバトロス計画を FSA 軍が打ち倒し国民的英雄となったスペンサー。左手にバイオニックアームを装備した彼の活躍により改めてバイオニック技術への軍事的効果に関心が集まっていく。その一方でバイオニックが軍備競争の呼び水になるのではないかとの声が一般市民の間で高まりバイオニック技術へのデモ活動を誘発するようになる。 デモはいつしか暴動へと発展し、バイオニックの賛否をめぐる論争とその問題の解決は国家的急務となっていく。そんな中、反バイオニック派の暴動に加担したとして、かつての英雄スペンサーは国家反逆罪で逮捕されるという大事件が発生。スペンサーは死刑判決を受けてしまい刑務所に投獄されるが、実はスペンサーの逮捕は 政府がバイオニック技術を撲滅するための国家規模の陰謀であった。このスペンサーへの処分をきっかけに政府は後にバイオニックパージと呼ばれる大規模なバイオニック禁止法を発令する。これはバイオニック技術の開発禁止のみならず体にバイオニック技術を移植するだけで処罰の対象とする厳しいものであった。バイオニックなしでは 生きることすら難しい一部のバイオニック兵らは、この法令に反発するも、政府の弾圧にはなす術がなく国外逃亡を余儀なくされた。国外に逃亡した彼らは、かつての帝国軍の残党と結託し、バイオレインという名の反政府テロ組織の一団を築くに至る。それから5年後、これまで様々なテロを行ってきた、バイオレインの活動はとうとう極地に達した。 アセンションシティを舞台に強力な爆弾の投下実験を試みたのである。この結果、都市は芝叩く間に崩壊し、各地で核汚染が広がるなど、FSA 軍は壊滅的かつ絶望的な状況に追い込まれてしまう。スーパージョーこと、ジョセフ・ギブソンはこの未曾有の危機に、かつて共に帝国軍の野望を砕いたスペンサーを釈放し、現地へ、 軍事投入することを決断するのであった。詳しくは公式サイトストーリーを参照のこと。各説は説明書や公式サイトに記載されてあるもののみを対象に記述した。より詳しくはゲーム中のティップストー,ーで確認されたい。上述のストーリー校にあるように、マスター D 復活計画からバイオニックコマンドまでにはゲーム内の時間軸で約10年の開きがある。 その間に実に様々な事件が起き、スペンサーやスーパー・ジョーを取り巻く環境も劇的に変化している。その間のエピソードを補足すべく、日本以外の公式サイトでは 32P のアメリカンコミックバイオニック・コマンドをチェーン・オブ・コマンドが配信されており、無料で視聴することができる。このコミックでは主人公スペンサーを国家反逆罪へと追いやった。 ブラックアート作戦を題材としたエピソードが展開されている。物語の後半でスペンサーがなぜ軍の命令に背いたのか、なぜアルバトロス計画を共に阻止したことにより固い、絆で結ばれているはずのスペンサーとジョーの関係が悪化したのか、というストーリーの重大な要素が明らかにされている。ライターはアンディ・ディグル、アーティストはコリン・ウィルソン。 ミリオンセールスタイトル。株式会社カップコン。2018年5月8日閲覧。憧れのカップコンに入社し、ファミツーレビューで殿堂入りしたものの、カップコン2009年3月期第一、四半期連結決算バイオニックコマンドを売り上げ2.7万本カップコン2010年3月期第一、四半期連結決算グリーン公式サイトハット X。 グリーンスタファースフォームアウトブレイクスタジオ1週間限定バイオニックコマンドマスター D 復活計画半額キャンペーンを実施 ABC 海外レビューハイスコアバイオニックコマンド週刊ファミ通2009年7月3日ゴークロスレビュー AB 編集部責任批評 XBOX360 バイオニックコマンドをプレイレビューディグルブリンギングバイオニックコマンド2ウェブコミックス ありがとうございます。